しのぶちゃん、しのぶちゃん、なんか言った？あのさ、一緒にお風呂入らない？汚いな。だけですよーだ。メルちゃんと仲良く入ってきちゃうもんね。メルちゃんといいことしちゃうもんね。ちゃんと部屋掃除しといてね。しのぶさん、朝で。うきょ。しのぶさんが起きてる。地上ではこういう時、雨が降るんでしたよね。
起きなきゃ。って、何してんの？は？息を、ですか？息はしてないけど、生きてるってこと？そんなの、聞いたことないですよ。昨日まではあんなに元気だったのにね。どうしちゃったのかしら。もしかしてですけど、死んだわけではなく、エナジー不足なのかもしれませんよ。エナジー不足？はい。本来アコというのは私たちキューピッドのエナジーを吸収して孵化するんです。でもピローはしのぶちゃんのエナジーで孵化したんでしょ。はい、ものすごく異例の出来事です。そもそもタコが卵の状態でこちらの世界に来ること自体特殊ですからね。そうなの？はいです。そうしないと今回のような事故が起こり得るですよ。話になるのですが、近いうちに行くこちらの世界が気になって。天界と地上をつなぐ穴を覗き込んでたら足を滑らせてしまいまして。ああ、なんとなくわかっちゃった。それほどでも。それはわからないです。でも もしそうだとしたら元に戻せるかも。ただし結果の保証はありませんよ。
しかしたらこの町がなくなりますよ。ずいぶんと大げさな話ね。全部予想ですけど、可能性はゼロじゃないです。こっちの方は任せといてよ。ピローが目を覚ますのに役立つ情報でしょ。言われなくても探ってみるわよ。
それじゃあ行ってくるわね。できるだけ早く帰ってきてくださいね。僕の知り合いのお医者さんに頼んで行ってもらおうか。やることやってるならいいんだけど。
早く良くなるといいね。あ、なんだったらうちのお菓子持ってく？すごい大人だなって思っちゃう。なんか難しいこと言ったり、妙に落ち着いてたり。そうかもしれないけど、僕も見習わないとな。手伝えることあったら言ってね。具合はどう？そう。僕に何かできることがあったら言ってよ。うん、お願いね。